強打用打打率4割1分7厘。なお三浦は使わんもよ。余ってるなら中日にくれや。余ってないのに使わないだけだぞ。謎に林をひいきしヘイトを貯める三浦。プツホーはなんとかします。代打でもスタメンでも打ち続けてる強打が使われない理由誰にもわからない。うん、スタメン林 W フロント勘見てる。 W 4割打つ守備職人が控えとか横浜のショートはどんな怪物なんや。さすがに意味わからんわ。今日負けたら無事明日からスタメンや。安心しろ。戦う顔してそう。打率0割台の新人のバックアップだから。ベイスターズは4割打てる守備現実のショートですら控えのチームなんやで怖いやろ。これが控えって先発のショートはよほど打撃がええんやろな。ファイティングフェイス強打。スタメンで使い続けたらゴロが出るで。アホ、ヒットを打ったので明日も林はスタメンです。2番です。これだけ打っても使われないって何かしたんやろ。連勝中やし変えないやろ。明日変わってなかったら畑。本前補強やったな。中日はアホやで。立浪さんの熱血指導がようやく実を結んだってとこかようやっとる。ご視聴ありがとうございました。